凄すぎる武器が出てきましたよ皆さん。ということでどうもお疲れ様です、ハセシンです。今日使っていこうと思ってる武器はなんとこちら、新しいスナイパーライフルベンデッタをね使っていこうかなと思うんですけども、この武器ですね、今行われてる作戦ですね、まあイベントみたいなやつがあるじゃないですか、あれのティア50報酬ですね、50までティアを上げることができたら使うことができる武器なんですけども、なんとですね、連射速度がですねめちゃくちゃ速いスナイパーライフルなんですよ。やばいっすよ。まあ大体3発当てたら倒せるんですけども、ヘッドショットやったらね一発で倒せます、一発だけ当たったら倒せますよと。ちょっと突撃したいところでもありますが、多分右返しまた来ると思うんで、一回だけ倒してから上がりたいですね。ここで倒しつつ、音がすごいぜ。オッケー、なんとかパンチしてったけども大丈夫か。一回ポイントガッと入りたいな。一回ちょっと突撃、ナイスナイスね。敵の前押しが思った以上に多いか、任せてくれ。ちょっと行ってみようか、スナイパーライフルでこの距離感は結構きついところがあるけどな。当たったけど倒せずって感じか。ナイスカバー、素晴らしい。残り8秒だから次のポイント行かないとダメだね。よし、次のポイント行こう。で、この武器はですね、見た目はこんな感じですね。かっこよくないですか？めっちゃかっこいいよね。で、セミオートスナイパーって感じですね。頭だったら一発、他のところだったら大体3発ぐらいで倒せるって感じなんですけどもね。もう連射速度が、うわぁ、そっちから来るか、タルから来るかな思ったけど。一旦後ろは対応しながら当てたけど倒せるかな。ナイスカバー、素晴らしい。上がっちゃおう上がっちゃおう。待てよ、境界リスポーン。ちょっと待てよ、一旦こっちに流れたいぞ。とりあえず奥倒して、ナイス、素晴らしい。一旦アサルトバック出しながら奥押さえたいぞ。奥境界、奥大丈夫か、ポイント入られてんね。とりあえず角倒しながら正面どうだい。一応拡張マガジンつけてなくても20発ワンマガジン撃てるんで、ヘッドショット、ベンデッタ。拡張マガジンなくても20発撃てるからさ、後ろ任せるぜ。正面オッケー、ヘッドショット一発。よし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 、だいぶ良くなってきたぞ形が。裏大丈夫かい。ナイスカバー、まだいるね。ここで倒してから上がりたい感じではあるな。大丈夫か味方、ナイス。一回スレッシャー出しておいて、ここからには逆転ムーブいきましょうか。じゃあはいはいはい、ライトニングスタイク出しながらポイント、おそらくこれで倒せるかな。倒せてるね、スレッシャーもナイスね、完璧。まだスロープの奥からリスポーンしてくると思うんで、ここしっかり耐えたいところではある。どうだ奥、奥どうだ、当てたっちゃ当てたぞ。スレッシャーナイス、階段方面多そうだね。待てよ、一人倒して大丈夫か、手前いたー。どっから来たん、どっか、あシンプルにそっちおったんかい。体力上げまーす、はい、ナイス。チーズ屋さんナイス、左奥多分来るぜこっち、気をつけろ。違うな、チーズ屋さんか、チーズ屋さんっぽいね。ここベンデッタの距離感ですよこれ。はい、ヘッドショット、ベンデッタ行きますよ。次のポイントでした。ちょっと追いついてきたねけど、まだ20点30点差ぐらいあるか。さあ手前倒して奥ベンデッタ、いやー走っちゃったか、ナイスパンチだな。待てよ、ここは考えていきたいが、まあ頭出しポジションはベンデッタで的確に抜いていきたいっていう思いはあるが、バリケラされてるっぽいね。そのバリケはしんどいね。ナイスディストラプター、壁抜けできんかったけども、そのディストラプターはマジで最高。奥抑えていきたかったか、2人来とったか、ナイスカバー、素晴らしい。上がっちゃおうぜ、オッケー、ベンデッタが輝くぜ。この距離感一緒に行くかい。とりあえず次のポイントに寄せていくっていうのもありかもしれないが、待てよ待てよ、倒しつつ待てよ、近距離怖いぜ。当てた一発任せる、あとはオッケー、自分で対応していく。でヘルストームを次のポイントにめがけて出したいが大丈夫かな。とりあえずライトニングストライクなかった出てると思ってた。まああと105ポイントで出るんで、アサルトパック置きながら
ここは慎重にスキルつなげていきたいですね。大丈夫かい。ロング当たってるけどカットしていく。ベンデッタいくぜ。点差が思った以上に開いてるんで、一回右返し押さえに行きましょうか。待ってな。うーん、ちょっとこれ以上上がるのはしんどいので、味方が合流してきたら上がるイメージで行きましょう。裏取られてるか、くそ。うまいな。まあとりあえずヘルストームまで溜まったんで悪くはない。しまってな。もうどんどん練習速度上げていく。指切りする、すればするだけ出るんじゃって感じのレベルなんで。次のポイントか。はい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 、いいね、ナイス。腰打ちでもだいぶなんか近距離とかやったら腰打ちでばらまいて倒すっていうのもまあありかもしれないな。ショットガン的な感覚で使うこともできるかもしれないな。まあでも結構きついか。決まってまっすぐ飛ぶってわけじゃないんでね。まあスナイパーライフルなんでね。カットしていく、カットしていく。待ってね、リスポこれ怪しいな。これこっち来るんじゃないのこれ。いやそんなことないか。ライトニングサイク落とすか。いやいけそうだな、2人だったらいける。でも待って、あと1キルであれだったら一旦落としておいて、ここでアクセントつけておいて、ここで体力上げて、なんかヘルストームに締めたまっちゃったのか分かんないが、ヘッドショットカットしていく。ほんでもってここいると思うぜ、気をつけろ。当たってはいるぞ。ナイスカバースポッシュ。スレッシャー溜めて、さあスレッシャー出して次のポイント上がりに行きましょう。出てたー。連射音がもう音すげえ。待って、一旦ヘルストームで確実に倒しに行くぜ。ヤッホー。チーズ屋さん大丈夫。ナイスです。スレッシャー頼むぜ。待ってや、スロープウェイも怖いが階段っすかね。やっぱ階段かな。え、どこだって、どこリスポーンや、わからんぞ。一回奥まで引こうか。じゃあ一回リスポーンコントロール、多分大丈夫そうっすね。オッケー、ナイスレッシャー。あと2人、多分階段方面かな。ナイス、オッケーオッケーオッケー。まあ手を気をつけろ。ここ危ないぜ、無理したらやばいぞ。大丈夫か、怖すぎる。オッケー、とりあえず何がオッケーやねん。とりあえずライトニングストライク落としながら、次のポイントの樽方面の入り口倒したかったが、また馬力あるな。ここは味方の EMP ディスラプターにお願いしたいところである。裏から早めに回りに行くぞ。このポイント取り切られたらマジ痛いからな。いやー裏も見てるか。49キル8です。悪くない成績ではあるけど、ちょっと待ってー。ナイス、とりあえず待ってやー、これは怖いぞー。待ってー、おお、ベンデッタすげえ。待て、おい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 、ミスったー。リロードしてから行ったつもりやったのに、リロードまだできてなかったよー。ここは足止めずに行った方がいいな。行くキャレ、おらーショットガン的な感覚でもバチバチ突撃しててメーター止める必要もあるが、次のポイント上がらなければならないという感じでもある。後ろから的確に行こう。次のポイントに向かうぞ。味方にもメッセージを送っておきながら、オッケー、ちょっと集中しますね。ここ大事だぜ。奥にいる。いやー手前来るか。このタイミングで走り出そうとした瞬間でしたね。まずい、このまま行ったらまずいぞ。これ味方のクラスターじゃなくて敵のクラスターだね。手前にいるの分かってっから、あー倒すことができず。ナイスライトニングストライク、でかい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 。ナイスナイス、右返し上がりたいな。ここで敵が多分奥からリスポしてくると思うんで、右返しロックしましょう。ここはロック、ここ来るぞ。ダメージ与えてる。いや何人か来てるね。あとは任せた。ダメージ与えてるから倒しやすいはずではあると思うが、後ろ抜けてないか。これ対応任せるぞ。正面来るぞ。待てよ、まだ入ってんな、ポイント。待て、オッケー、ヘッドショット当てていく。ベンデッタすげえぞ、諦めんな。ベンデッタ体力上げて、来たかったけどライトニングストライクつながらず、体力上げていくすげえ試合だなこれ。はい、どうだい、手前奥、ベンデッタ倒すぜ。境界任せるよ。ベンデッタ
耐えろーったー、おおすげえ、とりあえず撃てば倒せるんじゃないかこれ。後ろ後ろ後ろ、ナイス、後ろ来るぞ後ろ来るぞ後ろ来るぞ、これちょっと待って待って待って、後ろか、大丈夫、ナイス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 、ゆっくり行こうぜ、カットしていく、カットしていく、ダブルヘッドショット、味方カバー欲しいカバー欲しいカバー欲しい、ナイス、ほんで持て、ナイス、セレッション溜まった、ネクストのポイントを上げていくぜ、ベンデッター上がろう、はい行こう行こう、あー弾切れた、パンチ行こう、ネクスト、次のポイントあるって、勝てるって、これ馬力あるって、待て待て待て、ね、落ち着け落ち着け落ち着け、いやーくそ、待ってこれライトニングサーキットとか入れた方がいいな、素早く対応するべきではある、これは行こう、今だなあ、ポイントまで行ってる、1秒の重みですよこれは、とりあえず倒して、まだ奥からリスポンしてくると思うんで、なんとかよいしょ、ベンデッタ耐えるぜ、右外周来てるね、やっぱり頼むポイントは右外周任せるぞ、ナイス、チーズ屋さん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 来るぞ、気をつけろ気をつけろ、ベンデッタの距離感ではあるぞ、耐えるんだ耐えるんだ耐えるんだ、みんなでスナイパーライフルで前押しできてしまうっていうすごい武器ですよこれ、次のポイント、次のポイントあった、惜しい、いけ味方頼む頼む、次のポイントにかかってるぞ、上がるんだ、ナイスナイス、頑張ってくれ耐えてくれ、すぐ向かうすぐ向かう、ナイスナイスパンチナイスパンチ、ロングミルロングミル、オッケー、ベンデッタ、おっしゃおっしゃおっしゃ、ベンデッタベンデッタ、体力上げて、おおおお、来たのでは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 、これ勝ったのでは、うわー一番ダメージ、82キル16です、待ってくれ、スナイパーライフルやぞこれ、強すぎるってベンデッタやばい、マジで、ちょっと待ってくれ、うっそやろ、これ強くないか、マジちょっと待ってくれ、1万ダメージ超えたよね、レベル440レベル、ありがとうございます、441レベル、 SPM700 台乗っていく、82キル16です、すごすぎる、ということで今回はですね、これですね、ベンデッタを使ってプレイしてみました、これはですねスナイパーライフル、ほらスナイパーライフルのとこにあるんですよ、セミオート相談数が多くクラス最高の連射速度ということで、およそ3発で敵をキルできる、エイム中に L3 長押しで安定させることもできるということでね、ベンデッタすごすぎでしょ、やばいね、ということで今回のこのベンデッタプレイ、少しでもねナイスプレイと思ったらぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、それではまた次回の動画でお会いしましょう、お疲れ様でした、バイバーイ。